寝ちゃってたみたい。おやおやおや、ようやく起きたみたいだな。まずいコーヒーの匂いで目を覚ませよ。ルーカス、大丈夫かい？昨日の夜は嵐でみんな大騒ぎだったからね。うん、大丈夫。でもすっごく変な夢を見てた気がする。小さい女の子が。朝ごはんを食べ終わったらルーカスを連れて嵐の被害がないか調べてくる。お前たちも家の周りを確認。それはいいアイデアね。前のハリケーン覚えてる？最初は被害が少なくても次に雨が降ったら大変なことになったんだから。よろしくお姉ちゃん。